今回は光る君へ第6話、二人の最初の復習解説です。第6話では紫式部ドラマ名真宙と清少納言ドラマ名桔梗の出会い、激化する権力闘争の中で火山天皇の愛する女房よし子の死などが描かれました。第1章は今回描かれた権力闘争の詳細を見ていきましょう。ドラマでは火山天皇を退位させたい藤原の兼家と火山天皇派の藤原の義親の対立が激化する中、藤原の義親は若い世代の取り込みを図りました。義親は藤原の金刀と藤原の忠信を屋敷に招いて火山天皇一派に組み込もうとしましたが、これは史実なのでしょうか。結論から言えば義親が勧誘したかは分かりませんが、藤原の金刀と藤原の忠信が火山天皇に近かったのは事実と言えそうです。まずは藤原の金刀から見ていきましょう。藤原の金刀は関白藤原の頼忠の子でしたね。火山らは慣例と異なり国家財政の立て直しのため正殿整理令などを発令しています。第5話でも描かれたように、これは明らかに大臣クラスの貴族の既得権益を脅かすもので、頼忠は火山の御子殿に対し極めて深いと抗議していて、火山天皇一派と藤原の頼忠は極めて険悪な関係でした。第4話の解説でも紹介したように、頼忠は娘の忠子を受胎させたものの、火山天皇の寵愛を受けられなかったことも関わっているかもしれません。ただし頼忠の子金刀と火山天皇一派との関係は良好でした。985年には火山天皇の側近である藤原の小手茂や藤原の金刀などを交えて代理で小規模な歌合わせを行い、986年には正式に代理歌合わせを催します。この会には多くの歌人たちが参加しました。頼忠との関係が悪化していたにもかかわらず、金刀が火山に近かったのは金刀の母と慶氏女王、火山天皇の祖母が姉妹だったことが関係しているかもしれません。また藤原の忠信も火山一派の貴族でした。忠信の父は藤原の為光です。第4話の解説動画でも紹介した通り、ドラマではあまり描かれていないものの、藤原の為光は義親と二重婚姻の関係で結ばれており、実際の火山庁は義親・為光のツートップ体制だったと言われています。そのため為光の子忠信も火山派だったのです。つまり藤原の金と藤原の忠信ともにどちらかというと火山天皇よりと言えます。今回のドラマでは最終的に2人は藤原の道隆に接近したように描かれましたが、実際にはそのような形跡は見られません。第2章第3章では道隆の主催した監視の会に出席していた初登場人物、清原の元助と清少納言について紹介しましょう。第2章では清少納言の父清原の元助について紹介しましょう。前回の動画でも紹介しましたが、元助は36歌仙や百人一首にも選ばれた優れた歌人です。天皇の命令で編纂される勅撰和歌集の一つ五線和歌集の撰者になったほか、漢字しかなかった奈良時代に作られた万葉集を平安時代中期の書にも読めるように漢字仮名混じり文に作り変える作業などを担当しました。こうした華やかな経歴を聞くとお堅い人物なのかなと思ってしまいますが、実際はひょうきんな人物だったようです。平安時代後期に成立した説話集今昔物語集によれば、鴨祭りで元助は落馬して寒ぶりが滑り落ちてハゲ頭があらわになってしまいます。第4話の解説で紹介した通り、当時は頭を見せることは恥とされていたため、その場にいた人々はこの光景を見て笑いました。しかし元助は直ちに冠を拾うことなく、代わりにかつて落馬して冠を落とした人々の話を引き合いに出し、見物人一人一人に対して述べ歩いたのです。あえてよりみっともない行動をとることで見物人はさらに笑ったといいます。元助はなかなかユーモアを持った人物だったんですね。和歌の名手だった元助ですが、役人としては中級貴族であり、中央の出世は今一つパッとしませんでした。そのため当時経済的に恩恵を受けやすい地方長官である頭領に何度か任じられています。最後はなんと986年に79歳の高齢で肥後守、現在の熊本県の長官に任じられ現地に赴いています。ドラマの設定では紫式部真宙と清少納言桔梗が顔を合わせた道隆主催の監視の会は、
元助が肥後守に任じられた前年の985年のことなので、今回登場した元助は78歳ということになりますね。元助は990年に肥後で83歳の高齢で亡くなりました。そのため元助の登場は今回が最初で最後かもしれません。第3章は清少納言の紹介です。彼女の経歴は前回の動画で詳しく解説しましたので、お時間のある方はぜひ合わせてご覧いただければと思います。今回は前半戦についてと藤原忠信との関係について紐解きましょう。清少納言の生まれ年は不明で、研究者によって950年代から970年代と幅がありますが、近年では960年代生まれとする説が有力です。この説に従えば、清少納言が生まれたのは父元助が50代の時となり、かなり晩年に生まれた娘ということになります。このチャンネルで何度か紹介していますが、ライバルと言われる紫式部とは直接面識はなかったと考えられ、今回描かれた藤原道隆主催の監視の会で顔を合わせたのはドラマのオリジナルストーリーです。この頃の清少納言について記した記録は少ないですが、ドラマで描かれた980年頃にはすでに立花の範光と結婚しており、範長を出産していると考えられます。ちなみに立花の範光の母が崋山天皇の乳母、つまり育ての親の一人であり、先ほど紹介した清原の元助が986年に肥後守になったのは、範光の母が崋山天皇に推薦したためと言われています。また同年に法華発行と言われる儀式に参加し、藤原の義親から声をかけられたことが枕草子に記載されていますが、義親は崋山天皇の叔父ですから、立花の範光とも何らかの関係があったのかもしれませんね。さてドラマでは監視の感想を問われた真宙は道長に気を取られ見当違いな感想を述べてしまうのに対し、桔梗は見事な感想を述べてその場の人々を圧倒していましたね。その中で桔梗に興味を持ったのが藤原の忠信でした。夫のいる清少納言でしたが、枕草子では立ち姿が絵になると忠信を絶賛し、忠信は清少納言に対しそろそろ良い仲になってもいいじゃないかという歌を送っており、親密さがうかがえます。ただ実は清少納言の夫立花の範光は藤原の忠信の従者も務めており、清少納言にとって藤原の忠信は夫の上司だったのです。そのため清少納言は夫の上司を立てただけだったものの、藤原の忠信がその気になってしまっただけかもしれませんね。ところが清少納言が後に中宮貞子に仕えると、女房の間でも2人の関係に噂が立ち、大きな騒動となってしまいます。このあたりはドラマでも描かれると思いますので、そこで詳しく解説しましょう。光る君へでは藤原の忠信と清少納言の関係をどのように描くのかも注目したいですね。智子のサロンでは陽炎日記の勉強会が開かれましたね。ここでは前回紹介できなかった陽炎日記の作者藤原の道真の母や陽炎日記と源氏物語の意外な関係について紹介しましょう。藤原の道真の母、ドラマ名安子は藤原の友康の娘です。藤原の兼家らと同じ藤原北家に属しますが、紫式部や藤原の為時と同じく主流からは外れており、中級貴族となっていました。そんな中級貴族の娘に生まれた彼女は954年に藤原の兼家の妻の一人になります。今風に言えば玉の輿ですね。翌年には兼家との間に三つ名が誕生、順風満帆な結婚生活に見えます。ところが当時は一夫多妻制であり、兼家の嫡妻、つまり最も地位の高い妻は時姫でした。彼女は道隆、道兼、道長の母親ですね。ちなみに第5話の安子のセリフにもありましたが、道綱は道隆の弟で、道兼、道長の兄にあたります。ただ嫡妻の子の方が地位は上なので、兼家は三兄弟とは違うと道綱に誘したのです。なお藤原の道綱については後日改めて解説しましょう。さて当時貴族は嫡妻と同居し、それ以外の妻のもとには通う生活でした。三綱出産後、兼家はなかなか三綱の母のもとには通わなくなります。その様子を綴ったのが陽炎日記です。
学校の古文の授業でも出てきた影堂日記ですが、金家様が通ってくれないという嘆きを綴ったネガティブな作品と思った方も多いのではないでしょうか。しかし当時の日記は貴族たちの間で見られることを前提に書き綴ったいわば文学作品です。影堂日記の冒頭では、世の中では流行っている物語を見るといい加減なフィクションや嘘ばかりと、当時流行していた伊勢物語などのハッピーエンドで終わる物語文学を批判し、私のような平均以下の人生でも日記として書いたら珍しいと思われることでしょうと、世間から見れば玉の輿だけど実はというエピソードを書きたかったのです。つまりこれまでの物語文学のアンチテーゼとして、あえてネガティブな作品を貫いたと言えるでしょう。そして藤原道綱の母が描いた影堂日記にはもう一つの特徴があります。それは当事者が心の中をじっくり見つめた作品ということです。これまでの物語は第三者的な視点で物語が進行しましたが、影堂日記は作者の心理描写が非常に丁寧に描かれています。そしてこの心理描写を丁寧に描くという手法は源氏物語にも引き継がれました。特に後半になるほど源氏物語は心の中を見つめる描写が増えていくことが指摘されています。当時宮中で影堂日記は見られていましたから、紫式部を目を通したことでしょう。もしかしたら影堂日記がなければ源氏物語は全く違った作風になっていたのかもしれませんね。最後に火山天皇の愛する女房よし子の死が描かれましたが、よし子とその最後について紹介しましょう。よし子は藤原の為光の娘で、藤原の忠信の妹です。火山天皇が即位した時に火山天皇に嫁ぎました。第一章でも解説した通り、実際の火山朝の政権運営は火山天皇の叔父の藤原の義親とよし子の父為光が主導していたと考えられます。火山天皇の女房は4人いましたが、唯一解任したのがよし子でした。ところがその解任から7ヶ月後、よし子は亡くなってしまうのです。ドラマでは藤原の兼家が阿部の春明に呪詛させた形で描かれていましたが、実際どうだったかは分かりません。ただ孫の安仁親王即位を目指す兼家が安堵したことは事実でしょう。火山天皇の悲しみは大きく、映画物語によればみっともないくらいに大声を上げて泣いていたと記述されています。この後勃発するカンナの変の伏線として、映画物語の記述は誇張されている可能性もありますが、愛する女房と後継者候補を同時に失ったわけですから、火山天皇の悲しみが大きかったことは事実でしょう。そしてよし子の死によって火山天皇の政権運営はより不安定なものとなりました。もともと火山天皇を支えたのは義親と為光でしたが、為光との関係が切れてしまったのです。よし子の死により自分が天皇候補の祖父になる可能性がなくなったことから、為光は東宮安仁親王の祖父藤原の兼家に近づき、自分の子道信を兼家の養子としています。安仁親王が一条天皇として即位し、兼家が摂政になると、後任の右大臣となったのが為光だったのです。よし子の死後、為光は生き残りをかけて火山天皇や藤原の義親とは疎遠となり、兼家側についたと見て良いでしょう。火山天皇は為光の離脱に対応するため、叔父の義親の地位を権の中納言に上昇させることで対応しました。しかし経験にも乏しい29歳の義親が貴族たちをまとめるのは容易ではなく、そもそも欠員が出ていないのに義親が出世したことへの反発が大きかったのです。こうした混乱した情勢の中で火山天皇が退位することになる神奈の変が起こります。光る君へでは権謀実数の限りを尽くす藤原の兼家が次はどのような手を打つか見逃せませんね。いかがだったでしょうか。今回のライブ配信情報や参考文献は動画の概要欄にまとめていますので、よかったらご覧ください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。